こんにちは、速稼塾の久保です。私ももうすぐ50になります。50になると当然私の両親も年を取ります。その中でですね、介護問題に直面するわけなんですけども、一体介護って何なのかなと、介護ってどうすればいいのかな、自分でやる部分と、そして専門家にお任せする部分と、どのように切り分ければいいのかな、こういった簡単なところから、専門的にどのように実際自分で介護に当たるのか、親の介護の精神状態はどういうふうなものをお互い持っていればいいのか、様々あると思いますけども、今回はですね、ちょっと書籍の紹介をしたいと思うんですよ。しかもこれ無料なんですよね。こちらの方をご覧いただけるでしょうか。はい、みんなの介護というサイトなんですけども、これが非常にね、介護業界でインターネット上では大手と言われているところになると思います。テレビ CM を放映中ということをね、猫ちゃんが言ってくれてますけども、今回皆さんにお知らせしたいのはこちらですよ。右側、全員に無料プレゼント中、老人ホームの選び方入門ガイドってありますよね。これは老人ホームの紹介がしてやるだけではなくって、実際介護ってどんなものなのか、こういった施設ではどんな介護サービスが受けれるのかってことも書いてあるそうなんですよ。それでね、ここに入力するといとも簡単ね、本がもらえますんで、ぜひね、その本を手に取ってもらいたいなと思いながら、今回動画概要欄に、URL を貼っときますね。はい、いかがでしょうか。一体介護ってどこから取り組めばいいのか、もちろん検索して出てこないことはないんですけども、どの順番で見ていけばいいのかってことは、検索でやっていくのはかなりね、自己判断難しいと思いますので、こういった本を一冊手元に置いておくことによって、1日 2,3 ページだけでも見ていくとね、徐々に介護についての理解が深まるんじゃないかなと思います。それからおそらくですね、この本を注文すると、このみんなの介護っていうところからたまにね、情報が送られてくると思うんですよ。で、そういった形で通信教育のようにね、少しずつ介護のことを見ていければいいんじゃないかなと思います。もうすでに介護の問題に直面されている方も、もっと早く知っておけばっていうふうに思うところって結構あると思うんですよ。いや、そういう意味で今日この動画を見て、介護のこと、そして介護についての専門書の一つを知ることができたわけですから、無料ですんでね、ぜひ手に取っていただきたいと思います。それでは以上でございます。よろしくお願いします。